って感じで、ほらほら見て見て見て、おカリッカリのカリですよこれ。はいどうもー、クリスマスはいつもサイレンナイトなリュウジです。クリスマスに雨が夜更けすぎに雪へと変わったのを見たことがない。そんなこと言っても僕料理研究家なので、やっぱり皆さんが幸せな、皆さんがもっと幸せになれるっていうレシピをやるのがね僕の使命なので、今回は最高に美味しいクリスマスにもバチバチ使える、まあ普段でもいいかな、最高に美味しいですね、至高のフライドチキンです。皆さんお待たせしました。クリスマスみんながフライドチキン食べたいんだろうなと思って開発しました。じゃあやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料紹介いきたいと思います。鶏もも肉です。もも肉が僕はおすすめです。あのやっぱジューシーなんでね、フライドチキン感すごく出て、ケンタッキー感がね、ケンタッキーでも一番うまいっていう言われているサイっていう部分があるんですけど、まあ、あれもも肉なんでね。で今回もも肉をね、クリスマスですからもも肉使いましょう。であとニンニクが一かけで、これねあのガーリックパウダーっていうスパイスも使うんですけども、やっぱ舐めのニンニクとあの乾燥したニンニクのパウダー、これダブル使いで使っていただくと非常にフライドチキンっぽいパンチが出ますん でこれやってください。そしてですね、今回はね調味料類があるんですけども、まあ、まずコンソメですね。フライドチキンのうまみを足すっていうイメージで、あと僕のレシピで初めて出てきますこれオールスパイス、はい、これを使うことによって結構、ね、薬膳っぽい香りがするんで、これを使うことによってかなり本格的なフライドチキンになります。これぜひ使ってください。これも絶対にスーパー売ってるんですけど、ガーリックパウダーですね。まあこれはねぶっちゃけなかったらないでも美味しいんですけど、あればあるほどパンチが効いた味わいになりますから、美味しい味わいになりますから買ってください。保存が効きますからね、粉末状なんでね、無駄になりませんから大丈夫です、はい、であとはナツメグです。はい、ナツメグは何回も出てきますね。ね、唐揚げとかね、唐揚げの貝とかに出てきますので、これ活用できます。はい、ということですね、今回はクリスマスのレシピをやるにあたって一番必要なことって皆さん何だと思いますか？焼け酒ですね。ということですね、飲んでいきます。だってね、想像してみてください。この動画をご家族とかね、カップルとかね、相当見られて、あ、今日はクリスマスのフライドチキンにしようっていうね。で、そして僕はサイレントナイト、まあそれは飲まないとやってられないので、そしてメンタルを安定させます。それが今日僕が料理する上で一番大事なものです。皆さんはシャンパンとか飲む、僕はハイボール飲みます。はい、はい、じゃあということでですね、付け合わせでね、今回はねレタスとトマトマトを買ってます。はい、まあこれは後で使いますので、まずこの鶏肉、もも肉です。広げます。でラップをかぶせるんですね。そして、まあ、手頃なワインの瓶でこの鶏肉を気持ちを込めて叩いていきます。雨は夜更けすぎ、こんな感じでね叩けましたらですね、ほらさっきまで盛り上がってた鶏肉がですねぺったんこにね潰されたようになってると思いますね。そしてですね、ここからまたさらにですね、雪へと変わるだろうサイレンナイト49って感じで、皮面はねしっかりとあの切り裂くようにこうやってて、そうすると味が染みますから、まあ、こんな感じでね。はい、ということでですね、こんな感じになりましたら、これね3等分に切っていきます。この3等分っていうのは鶏肉の形もよるんですけど、まあ可能であればここを切るんですね。ここはい、3等分だから、こうやって切ってこうやって切るのが一番形が均等にいくんですね。ここをね切っていきます。でここでワンピースね、ワンピースね、はい、でここでだからここでもう1ピース取ります。はい、だから今回はこのね、この3つのピースでやっていきます。はい、でそしたらですね、これをですねスパイスにねつけるわけですね。でちょっとスパイスにつけていきましょう。これねお肉ね叩いてここに入れます。でここにスパイスで香りをつけていきます。オールスパイスです。1,2,3,4振りぐらい、まあ、小さじだと4分の1ぐらいかな。でナッツメッグです。1,2,3,4、これもね同じぐらいの振り方ですね。これぐらい、それ4分の1から5分の1ぐらい。ガーリックパウダー1,2,3,4,5,6、コンソメを、小さじ2分の1、小さじ半分ですね。はい、で
それで味をつけていく。マナブを4分の1、お醤油ちょっと入れていただいた方が日本人好みの味。はい、そしたらですね、こう全体にまぶさるようにちょっとね、もみ込みながらつけていくと。これが重要でございます。で、これでね、これね、30分つけてください。そうすると、お肉の内部に味が染みてですね、非常にジューシーで味がね、しっかりしたフライドチキンになりますので、必ず30分以上はつけてください。もうそれ以上つけるのはもう全然いいですから、1時間とかつけてね、半日つけてもいいですからね。最低でも30分はつけてくださいと。揉み込んでいただいた後は、これは常温で。あんまりにもね、長い時間、つけておくんであれば、ラップして冷蔵庫の方がいいんですけども、まあ、30分ぐらいだったら常温で全然平気なので、ラップをして、清潔を保って、常温で30分つけてください。はい、それではクリスマスに幸せの皆さんのために、フライドチキンの衣を作っていきたいと思います。まずですね、卵。今回ね、衣にね、卵を混ぜ込みます。フライドチキンってほら、ザクザク感が一番重要じゃないですか。そのザクザク感を演出するために、卵とね、薄力粉を混ぜるとすごくね、衣っぽくなりますね。フライドチキンっぽくなるんですよ。で、ここに、これ、薄力粉ですね。はい。これ、大さじ2杯。そしてですね、コンソメが小さじ2分の1です。衣にもコンソメ入れるんですけど、じゃあなんでお肉に下味つけて、衣にも下味つけるかっていうと、今回のフライドチキンってものすごく衣が厚くてザックザクしてるんですよ。だってフライドチキンって結構衣厚いじゃないですか。で、衣がつければ厚いほど、食べた時に衣に味がしないとお肉自体の味に負けちゃうんですね、衣が。なので、衣にしっかり味をつけていくってことがすごく大事なんです。ここにですね、お醤油です。これね。で、ここにマナブを一つまみです。そしておろしニンニク。で、ここで生のニンニクの香ばしさっていうのをですね、この衣につけていきたいんです。で、これでですね、混ぜます。これですね、混ぜて細めの火力が全部溶けるぐらいまで、やってあげてください。で、あとはこのくっつかるまで待ちましょう。あと20分ね。はい、ではですね、50分ぐらいつけましたんで、全然やっていきたいと思うんですよ。まずこれはね、油をね、温めるんですよ、これ。油はね、フライドチキンの場合は、ちょっと多めなんですけども、大体ね、鍋底が 1.5 センチぐらい。2センチぐらいにしとこうか。で、これでね、中火で温める。鶏野郎を1ピース。つけると、これはもう全部つけちゃったらいい。これとね、このまま揚げるんじゃないですか。これ、ね、もう一回ここにつける。ここに、ここはね、薄力粉です。薄力粉にね、べったりとつける。そう、ほらどうですか。でね、フライドチキンの場合ちょっとね、強めの火でもいいかもしれないです。ちょっとね、強めの中火ぐらいみたいな。フライドチキンはね、ちょっとね、こう投げた方が美味しいので。あ、で、皆さんどうですか、このカリッカリのカリですよ、これ。バットかなんかにこのキッチンペッパー、クッキングペッパーね、これ引いてください。全体がこういう色にね、はい、芝犬色になったら一回取り出しましょうか。せっかくですから、しっかりザクザクチキンですよ、これ。はい、はい、取り出しました。はい、で、3分冷まして中まで余熱で火を通していきます。はい、じゃあですね、3分経って余熱で冷ましたこのチキン、もう一回揚げていきます。この余熱を挟むことで非常にジューシーなフライドチキンになります。結構ね、ちゃんとしたフライドチキンになるんですけど、転がしながらね、やってあげてくださいね。そしたら、で、全体が、はい、いい色になりましたね、でもね。はい、こんな感じになりましたね。全体がザクッといきましたら、これね、ザクザクのフライドチキンが食べたいからやったんですね。はい、じゃあですね、チキンを並べていきたいと思います。ちょっとね、今回レタスとミニトマトをやっておりますけども、まあまあまあ、こんな感じでね、こんな感じで、まあ、最後に、彩りでセイリ。いや、もうこれはさ、これ完全にラストクリスマス。ラストクリスマス I gave you my heart。
はい、ということでいきましょう。食べていきたいと思います。いただきます。でもさ、クリスマスにさ、ハイボールってのないよね。だから、私、用意しました。じゃあ皆さん、ご指名ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。じゃあ皆さん、ハッピークリスマス。僕、手づかみでいっちゃおうかな。ほら、じゃあいただきます。これはね、冗談抜きでうまいな。これスパイスがものすごい染み込んだよ。このザクザクの衣よ、うまっ。いや、これはね、せざるを得ない。スタッフチャンスを、達也、手づかみでじゃあ、いっちゃっていいっすよ、これは。いただきます。うわ、すごっ。うん、すごっ。本当にマジでうまいです。これはマジでクリスマスにぴったり。クリスマスにぴったり。クリスマスにぴったりです。クリスマスに食べた。ぜひですね、皆さんね、僕と楽しい、嬉しい、恥ずかしいな夜を過ごしましょう。ということで、今日はメリークリスマス。ちょっと待って、むなしい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 んですけど、これ着信音しようか。むなしい、むなしいんですけど、まあいいや。